こんにちは、マッツーです。たびたび噂に上がっていたユミニジ F2 がいよいよ登場します。2万円台なのにかなりパワフルだったユミニジ F1 からさらにスペックアップしています。ユミニジ F1 については以前生放送でもレビューを行っておりますので、そちらもご覧ください。見た目もユミニジ F2 はパンチホールディスプレイになりまして、かなりいい感じになっていると思います。今回はユミニジ F2 が F1 から進化した5つのポイントをチェックしていこうと思います。今回のユミニジ F2、 なんと2万円台なのにカメラは4眼ついています。メインカメラは48メガピクセルのカメラ、その他に超広角カメラが13メガピクセル、深さ測定カメラの TOF のカメラが5メガピクセルが搭載されていますが、個人的に嬉しいのは5メガピクセルのマクロカメラも搭載されているというところです。前機種のユミニジ F1 を他の機種と取り比べていて感じたのが、マクロが非常に弱かったということです。ユミニジ A3 Pro、 一番安い1万円以下になっているスマホでもあります。ユミニジ A3 Pro よりも全体的にユミニジ F1 の方がカメラの作り込みは甘かった印象はありますが、特にマクロはピントが全然合わなくて苦労したような記憶があります。今回のユミニジ F2 はマクロカメラが搭載されているということですね。他の会社ではですね、4眼カメラと、売られていますが、望遠レンズ、例えば光学の2倍から5倍の望遠レンズが搭載されていますが、望遠カメラよりも接写を撮る頻度が多いというのが意外と感じるんですよね。なので、弱点だったマクロを補強してくれるというのは非常に嬉しいなというふうに思います。また暗闇もスーパーナイトモードというモードが搭載されていまして、芸術的に鮮やかに撮ることができます。普通常モードですとね、このような画質なんですけれども、スーパーナイトモードを使うとこのように結構綺麗に撮れるというのが魅力ですね。このモードユミニジ X という画面内の指紋認証に対応した8月に発表されていたスマートフォンがありますが、そちらでもスーパーナイトモードを搭載されています。そのスーパーナイトモードがユミニジ F2 でも搭載されるということですね。ユミニジ X 自体はですね、まだ今日ですね、9月23日現在ではまだ出荷開始されてないので、私も手に取ることができず、スーパーナイトモードの出来を試すことはできていないんですけれども、個人的には結構ね、2万円台でこんな綺麗なモードが取れるのかと、期待はしているところではあります。続きまして、インカメラになりますが、ユミニジ F1 の方では、水滴型のノッチになっていました。はい、ですけれども今回のユミニジ F2 はパンチホールカメラになっています。ギャラクシー S10 とかね、ギャラクシーノート10シリーズにはこういう風に載っているんですけれども、今回ですね、左上に搭載してるんですね。個人的にはギャラクシー S10 シリーズが発表された2月よりちょっと前ぐらいからですね、噂に上がってる時からパンチホールカメラを搭載するんだったら左上にすべきという風にずっと言い続けてたんですけれども、なのでちょっと嬉しいところはあります。通知バーのね、右上、ギャラクシー S10 シリーズは右上なんですよね。で、ギャラクシーノート10シリーズは真ん中に搭載されているんですけれども、もう意外とですね、こう電池残量の表示がこう右上に出ているんですね。やっぱスマートフォンって結構電池残量気にすることが多かったりするので、やっぱ右上が一番見るんじゃないかなと思います。やっぱ左上が頻度が少ないというところなので、左上の方が使いやすいんじゃないかなと思います。まあ左上時刻が表示されるのでどうなのかなってところはあるんですけど、これはまあ使ってみないとわからないかなというふうには思っています。3点目はですね、ヘリオ P70 搭載ということで、CPU がですね、今まで F1 ではヘリオ P60 が搭載されてたんですけれども、今回はヘリオ P70 が搭載されています。このヘリオ P70 なんですけれども、ユミニジのシリーズでは一番、最上位機種である S シリーズですね、ユミニジ S3 Pro、これ今年の5月に出ているんですけれども、このシリーズと同じものが搭載されています。メモリーも 6GB、ストレージも 128GB ということで、これも全てですね、S3 Pro と同じ仕様になっているということなので、かなりもうね、最上位機種と同じスペックを F シリーズ、真ん中のシリーズと思っていただければいいと思うんですが、この真ん中の機種でも搭載されているということですね。はい、アンツツのスコアですね、 S3 Pro でいうとだいたい14万8000ぐらいのスコアが出ているということですね。他の機種と比べてみても、F1 がですね、ヘリオ P60 で14万のスコアですね。で、Pixel 3A が、まあ、このミドルレンジの中では一番高いスペックになっていると思うんですが、それでも15万8000ということなので、
まあ、順当にですね S3 Pro と同じ作り込みであれば1万程度の差なので非常にいいんじゃないかなと思います。個人的にはですね実用ラインは12万点以上かなというふうに思ってるので、まあ、重いゲームとかしないんであれば十分普段使いはできるというふうに思います。4点目です。 5150mAh の超大容量バッテリーが搭載されています。まあこれはですねユミージ F1 とか S3 Pro と同じ値ではあるんですけれども 5150mAh、 そして 18W の急速充電に対応しているということですね。5000超えっていうのはこう2万円程度のスマートフォンではちょっとありえないぐらい多いので、かなりこれはいいんじゃないかな。まあただですね、まあ、ユミニジのスマートフォン自体がちょっとあのバッテリーが食い気味なところはあるんですよね。まあでも5000積んでおけば結構こう心もとないってことはなく、かなり満足して使えるんじゃないかなというふうには思いますので、指紋センサーが側面の電源ボタンに移りました。はい、側面の電源ボタンは結構嬉しいですね。今までユミージのシリーズはですね、ユミージ X はまあ画面内指紋認証ですけれども、それ以外のモデルは基本的に全部背面、裏面に、ありました。はい、この、ね、認証するたびにこう指を伸ばすのが結構私大嫌いで、それよりは、まあ、電源ボタンを必ず押すじゃないですか。必ず一回押すので、その度に、まあ、側面を押してから操作をするということで、右手で操作する方であれば、全部操作が完結するということもあるので、結構これは使い勝手いいんじゃないかなと思います。まあ、Xperia とかでもね、歴代の機種、多くの機種でこれ対応していたと思うので、側面の指紋認証結構使いやすいので、まあ、これは良かったんじゃないかなと。で、あと、デュアル SIM 対応なんですけれども、マイクロ SD スロットは SIM カードと独立したトリプルスロットになっております。はい、なので、SIM を 2個挿すということと、SIM1 個プラスマイクロ USD を選択するっていうことがなく、ね、SIM2 個プラスマイクロ SD を挿せるということは結構嬉しいことなんじゃないかなと思いますね。端末の色は、ファントムブルーとミッドナイトブラックの2色となっております。はい、まあ、F1 の時はですね、まあ、F1 っていう名前の通り、結構ね、レーサー的な感じのことを強調はしていましたが、今回はですね、青系ですね、青系をメインとして打ち出していると。で、それで若干グラデーションもあるので、まあ、かっこいいところではないかなというふうに思いますね。スペックなんですけれども、まあ、このような形で、まあ大きさはですね F1 と比べて一回りちょっと大きめかなというところはあります。まあ、重さも若干大きいかなというところはありますけれども、全体的なスペック自体はかなりですね、まあ、F1 よりは上、S3 Pro にももうほぼ並ぶというか、まあ、若干上なんじゃないかなと思うぐらいのレベルですね。そして定価はF1 と同等ですね、 249.99 ドルということなので非常にお得かなというふうに思います。まあ他の機種はですねもう販売から若干経ってるので、まあ、そこで若干ね、割引とかも聞いて買いやすくなってるところではあるとは思うんですけれども、S3 のAmazon 日本のアマゾンの価格でも、まあ、3万切るぐらいの価格だったりするので、 F2 の、まあ、日本の価格によっては結構買いやすい、ね、かなりお得な機種になるんじゃないかなとは思いますね。で、日本での対応バンドですけれども、ドコモ、au、ソフトバンクともに、一応バンドとしてはプラチナバンドすべて対応しているので、使うことはできます。まあ、ボルテとかがどうなるかわからないところもありますし、歴代の au 端末ではですね、使用不可というふうに一応 Amazon で書いてあるので、au でもちょっとね、通話ができない可能性はあると思うんですけれど、まあ、ドコモとソフトバンクであれば基本的に使えるんじゃないかなというふうに思いますね。で、アリエクスプレスの方ですね、中国のサイトでもあります。アリエクスプレスの方では、もうプレセールが開始されています。予約が開始されているので、まあ、一応249ドルに今なってるんですけど、まあ、初めの、予約ではですね、もう少し割り引かれるということなので、どうなるかというのを期待 した方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。で、最後になんですけれども、ユミージ F2、今までのね、ユミージの端末の定番でもあるんですけれども、ギブアウェイキャンペーンやられています。まあ、概要欄とかですね、コメント欄の一番上にピン止めしている投稿にもリンクを貼っているんですけれども、ユミージ F2 がもらえるキャンペーンが実施されますので、それ の URL 貼っておりますので、そちらからですね興味のある方はキャンペーン応募していただいてですね、まあ、いろいろなミッションをクリアすると10名様にユミージ F2 がプレゼントされるというキャンペーンもありますので、それも駆使していただければなというふうに思います。
ということで、ユミニジ F2、ご紹介しましたが、まあ、あのスペック的にはユミニジ F1 よりもかなりあの上がっているのは見えます。で、ユミニジ F1 の一番の欠点でいうとやっぱりカメラだと思うんですね。私も使ってみてすごくカメラはちょっときつい。低価格帯のスマートフォンなのでまあどうしようもないところはね今まであったんですけれども、その中でもやっぱり A3 Pro とか A5 Pro みたいなあの1万円ぐらいのスマートフォンに比べても2万円台なのにもかかわらずかなり劣るっていうところがあったんですけれども、今回のユミニジ F2、かなりですね、特にマクロカメラがあの進化してたりとかそういうのもあるので、このねあの作り込みがどうなっているのかというところは非常に気になるところなんじゃないかなというふうに思います。ということで、あの追ってですね、あの入手できればまたあのレビューも実機レビューもしていこうと思いますので、ぜひ ご期待いただければなというふうに思います。参考になったよという方はあのチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。今後もあのユミニジの端末も含めてですね、あのスマートフォンいろいろなあのレビューもしていこうというふうに思いますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。というわけでありがとうございました。マッツでした。さようなら。